梨の収穫の様子です。陸前高田市の梨畑で盛んに収穫されているのは水星や雲井と呼ばれる品種です。黄色く色づいたあちらこちらの梨畑で農家が甘い香りの大粒のものを一つ一つ丁寧にもぎ取ります。この年は天候に恵まれたこともあり品質も上々、収穫量も平年並みが見込まれました。この地域では水星や雲井のほかに長十郎も栽培されていて、時期をずらして収穫が続きます。作業は周りの山々がすっかり紅葉で彩られる10月末まで続きました。一方こちらは桃の収穫です。栽培が始まって10年ほど経ったという大船渡市の桃は栽培面積がこの年でおよそ50ヘクタールとなり、県内の生産量の半分近くを占めました。たわわに実った桃は農家が一つ一つ丁寧に収穫し、きれいに箱詰めされます。この時期は倉方という早生品種が主で、多くは缶詰用として契約栽培され出荷されました。照りつける日差しの中、収穫が続きます。